では改めまして、皆さんこんにちは、サイバー大学客員講師の、井本隆と申します。第4次産業革命時代の IoT 人口ビジネス戦略ということで、 IoT により全てのものがインターネットでつながり、それを通じて収集蓄積される、いわゆるビッグデータが人工知能により分析され、今まで想像だにできなかった商品やサービスが次々と世の中に登場すると。じゃあですね、具体的にどういう世界になるのかというのをいくつか事例を示してですね、ちょっとお話をしたいと思います。でまず最初にですね、私がですね、一番今注目しているのは実は農業です。まあ、今後ですね、全自動で作ってくれるだけではなくて、やっぱり人工知能を使ってですね、植物を育てようという話が出てくると。最近 IoT 界隈で流行ってるのがですね、この電波強度による位置検出というもんですね。でっかい会場で人があと30分後にどういうふうに動くのかというのを予想することができると。海外の事例になるんですが、これ見たことある方もしかしたらいらっしゃるかと思うんですが、ホームオートメーション、いわゆるサーモスタットで呼ばれるもんですね。でこれいろんなことができるようになっていて、例えば車で家の近くまで帰ってくるとですね、勝手に暖房をつけるとか、火事になったら他の家に知らせるとかですね、人のですね、腕にバンドを巻いて、その人の脈拍を見ながら、いい気温にしてくれるとか、そういうことまでしてくれるわけですね。人工知能についてお話をしたいと思います。人工知能って何なんですかというとですね、一言で言うと学習機能を持つプログラムのことです。でその人工知能においてですね、学習をする方法としてですね、一番使われている手法が真ん中にある機械学習と呼ばれる手法です。その中の一つがディープラーニングです。これディープラーニングを学習するにあたって誰もがやるですね、一番最初のサンプルにあたるもんなんですが、手書きの数値の画像というのをディープラーニングで分析してですね、これが何と書いてあるのかというのを予測するということをしたいと思います。人工知能を使うプログラミングというのができるようになって、さらにそれのですね、精度というのを今後、人間がですね、監視して運用していかないとダメなので、それをチューニングできる人のことを人工知能エンジニアというふうに呼んでいます。そういう勉強ですね、いわゆるプログラミングの勉強をこれからしてくださいという話を、しているというわけです。私からの、話は以上にしたいと思います。はい、どうもご清聴ありがとうございました。